さていよいよスタートするリオデジャネイロオリンピック、佐賀県からも5人の選手が出場します。リオデジャネイロオリンピックに出場する佐賀県関係の選手は5人です。まずはメダル獲得が有力視されているテコンドーの濱田茉優選手です。2012年のロンドンオリンピックに続く2回目の出場です。174センチの長身と長い足を生かし、相手の攻撃を防ぎながらカウンターを狙う戦い方が持ち味です。はい、いつも佐賀県でこうやってできているのも皆さんのおかげだと思っています。で、8月18日が試合日で、夜中になるとは思うんですけど、ぜひ応援よろしくお願いします。濱田選手が出場するテコンドー女子57キロ級の決勝は日本時間の19日午前10時頃からです。今大会から新たに競技種目として加わった7人制ラグビーには佐賀市の添島カメリダラボーラティアナラ選手が出場します。添島選手はフィジー出身で2009年に来日しました。佐賀市出身の女性と結婚し日本国籍を取得しました。2014年の長崎国体では佐賀県チームの中心選手として県勢初優勝に貢献しました。皆さん、サポートしていただいて本当にありがとうございます。オリンピックはあと2週間かな。ここからまた頑張ります。よろしく応援でよろしくお願いします。ありがとうございます。添島選手が出場する7人制ラグビーは9日から11日にあり、1次リーグ C 組の日本はニュージーランド、イギリス、ケニアと対戦します。バレーボール女子には鳥栖市に本拠地を置く久光製薬スプリングスから3人が選ばれました。アタッカーの長岡美優選手と石井由紀選手、リベロの座安琴樹選手で、いずれも初のオリンピック出場です。日本チームは1次リーグでブラジル、ロシア、韓国、アルゼンチン、カメルーンと戦います。